は投資するし、どういうのは投資しないみたいな、梶間さんの基準ってどんな感じなんですか？出口がちゃんと見えてないと、うん、やっぱ投資するにはないと思うんで、出口がね、うんうん、なければリターンがいい商品でも投資するのがいいんじゃないかなっていうのは。今回はですね、田島さんとまたお届けします。よろしくお願いします。まずちょっと田島さん聞きたいんですけど、エンジェル投資家としての田島さんにまず聞きたいんですけど、何出資してくれたんですか？きっかけはそのまあつながりなんだけれども、その後のその事業内容とかは当たり前ですけど、しっかりじっくり見てっていう感じですよね。あ、初めちょっと少し迷ったのが、うん、アメリカからのライセンスビジネスだったんで、うんうん、自社の業界ではなかったので、うん、アメリカ側にロイヤリティを払うっていうのが少し懸念というか、魅力が若干欠けるなとも思ったんですけど。あ、なるほどね、うんうん、でも一応聞いてみると、うん、本国に対してロイヤリティってそこまで実は大きくなかったっ。そうなんですよ、うん、僕はもともとこの自社で経済の会社をやってたんで、うん、その時の本部コストって比べると意外にこうライセンスフィー払っておいた方が、自社でこう業態持って作って維持するための本部コストと比べても、むしろ小さいぐらいのロイヤリティだったんで、実はこれすごく効率いいなっていうのと、確かに確かに最初に話した時に田島さんが出資してくれると思わなかったんですよ。あ、分かりました、あ、ちょっと検討しますって感じだったんですけど、数字とかも僕でもあまり反応なくて、田島さんが日本帰るときちょっとスタジオ見に行かせてくださいで、ブランディング資料みたいな、ブランド資料みたいなのを送ったときに、田島さんがこういうの待ってましたっていうのを言われたのを覚えてるんですね。なんか数字も大事だけども、そういうなんか視覚的な、なんかワクワクするようなものをなんか欲してたような感じがしたんですけど、MA っていうと IM 資料ですね。はい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 、はい、そういうところがあまりこうまだ整ってなかったんで、うん、判断しづらかったかな。あ、なるほどね、うん、まあなんで今だと思ったらあのタイミングで、まあ、もうちょっとこうクラスレスの成長性をもうちょっと調整がついてるような、もうちょっといい対応があったら、うん、イメージがついたかな。あ、なるほどなるほど。まあ、でもその、うん、逆にそこを整えすぎて本部コストが高い方も結構あるので、あ、なるほどね、経済的に整えてみたいな、うんうんうん、そこはやっぱ自分でこう理解するちょっと時間かかったので、あ、だからバランスですよね。見せ方とか、その調達するための本部を作るのにお金をかけるのか、実際の事業を伸ばすためにお金を作るのかっていう、事業化としては難しいんですけど、どっちも大事だけれども、分かりやすく説明した方がやっぱ出資する側は分かりやすいですよね、うん。あ、まあ、でも表面だけ綺麗に見せて実はあんまり良くないという会社が多かったので、なるほどなるほど、確かに、まあまあ、そういう意味では今回は逆にプレゼンはひどだったけど、まあ、手紙が良かったという感じが正直なことです。あ、プレゼンなんですよ僕。掲載を整えて言わくせることっていうか、ね、はい、まあ、嘘がなかったっていう、逆に言うとそうです。ああ、なるほど、なるほど、そうなんですよ。あの、本当に嬉しくて、1回目のラウンド、それで2回目のラウンド、ちょうど今やってるんですけど、田島さん、そこでももちろんですけど、ぜひとも、なんならもっと持っていただけますかみたいな話もいただいて、すげえ嬉しいなと思って。で、あ、そうそう。で、エンジェル投資家目線で、どういうのは投資するし、どういうのは投資しないみたいなっていう、まあ、人それぞれだと思うんですけど、田島さんの基準ってどんな感じなんですか？前の動画テレビさんも言ってましたけど、うん、出口がちゃんと見えてないと、うん、やっぱ少しすぎはないと思うので、出口がね、うんうん、まあ、5年以内の出口がちゃんと明確であるっていうのは結構一番高いです。あ、でそれ別に M&A でもいいし、はい、まあ、IPO でもいいし、はい、まあ、流動化できるような出口がちゃんと共有して、うん、すぐ共有できていればって感じですか？そうです。投資機会ってそのところにいると結構多いんですけど、そこをイメージしてないところも結構多いなって感じで、うんうん、いつどうなるかっていうのが大事なんで、一番大事かな。それでなんか出口で求めるものっていうのはどれくらいを大体求めるんですか？1億円投資した、出資したら、その5年以内で、まあ、金額がまあ大きければ大きいほどがいいのか、どれくらいのレイヤーはやっぱ期待してるんですか、田島先輩。
シンガポールでこう債券とか株式投資をする以上に、まあ、IPO 投資が結構リスクというか上がってるので、もちろんそういったパフォーマンス以上にというのは最適性かなっていうのは思ってはいるんですけど、具体的にまだそれぐらいなければダメみたいなのはちょっとまだ見えるかな。あ、だからそうか、その旦那さん超金持ちだから普通に運用してて利回りとかで回ってきてるお金はもうベースとしてそれが加減として考えて、それよりもやっぱもうちょっと上っていうか、まあ、もちろん欲しいけれども債券と違って事業性があるんで、何か感じるのはワクワクできるかとか、投資家としてアドバイスしてその事業が伸びるか、一緒になんか事業成長していけるかっていう要素もあるんじゃないかなと思ったんですけど、そこはどうなんですか。僕は実際その出資まですげえなんかいろいろアドバイスを使ってるんですよ。そうですね、どちらかというと運が入っていることで会社のメリットがあるかどうかっていうのが大事で、シナジーもそうですし、自分の視点でお役に立てるかもしれないし、あまりこう自分が入る意味がないというか、まあ仮にそのリターンがいい商品でもあまり投資する意味がないかなというのは思います。僕はマジで良かったんですよ、うん、なんかお世辞の金額、うん、田島さんが出資してもらって僕は出資を受け入れた側としてのメリットは結構たまに夜中にこう LINE とかでアドバイスくれるんですけど、田島さんは多分、営業利益率は 30% 目指した方がいいです、コメダがこうだからって言ってそういう戦略とかをくれるんですよ。あ、なんかお金も入れていただいて経営コンサルの人もなんかすみません、いいすげえありがたいですよ。はい、逆に僕が逆の立場だったら、はい、投資家にやっぱりこう一緒になってこう事業をやってほしいなって逆に思うので、うんで、まあ、実際やってて楽しいは楽しいので、いろいろ考えることはあるし、自分にとってもいろいろ勉強になるので、こういう会員型のビジネスモデルはいつかすごいやりたいなと思ってはいたので、ただまあ、少数株主の中でも、まあ、ちょっと追加できたいという話も、まあ、経営に少し参加して。行きたいなって思った、ありがたい、マジで事業スケールしてますね。それこそフランチャイズ加盟権オーナーさんも紹介していただいたりして、これすごいことになりますよ。ありがとうございますじゃあそのエンジェル投資家として投資するとして、こういうのはちょっとダメだよね、惜しいけどダメだよねみたいなのもあれば、田島さん流でいいですよ、教えてほしいです。自分がやっぱ小さい会社は絶対ダメですよ。あ、どれくらいがちっちゃいんですか。あ、まあ、利益ベースで例えば10億軽く超えるような企業モデルだと、時価総額で、まあ、数百億作る、それくらいのスケール感をイメージできないと、ちょっとあまり刺激がないかなっていう。だからそれ5年以内とかそういう時間軸ですね。5年以内でもなくてもいいですけど、将来大きくなる可能性があるので、だから100億超えリミットが少ないものは全然いらない。ああ、近そうで100億ね。確かに。まだ言ってないけど偉そうにちょっと言うと、まあそうっすね。ちょっと投資してもなんかあんまり微妙っすね。じゃあ、これ、例えばサロンで、今サロンメンバーが、まあ、結構入っていただいてるんで、サロンのメンバー向けに、なんか田島さんに質問したいっていう声も結構あるんで、それはまたちょっと別と時間ください。お願いしますよ。はい、サロンのメンバーの皆さんもちょっと期待しててください。質問考えておいていただけるとありがたいです。はい、でじゃあ次テーマは第二創業じゃないですか、言っちゃえば。ぶっちぎり調子いいんですか、指はどんな感じなんですか。で日本の工場とか M&A したり、シンガポールにどうやってそういうのを進めてるのか。で、結構大きくできるので。なるほどね。やる気があればいいかな。結構売れる。M&A 実務完全習得講座、皆さんご購入されましたでしょうか。おかげさまで100名以上の方に購入いただきました。購入いただいた皆様の中からですね、自分で M&A をやりきることができましたとか、手数料数千万円削減できましたっていう嬉しいコメントもいただいております。5万円少し高いかもしれませんが、絶対損はさせませんので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。